マヌエル・ポジャーリはサンマリの出身の元モーターサイクルロードレーサー。ロードレース世界選手権で2001年 125cc クラス、2003年 250cc クラスの2度のチャンピオンを獲得した。通算12勝11ポールポジション、35回の表彰台。モチベーションの低下などメンタル面で苦しむことが多く、若くしてレーサーを引退することになった。 ホジャーリは1994年にミニバイクレースを始め、1998年のムジエロで 125CC クラスにワイルドカード枠で出場、GP デビューを果たす。翌1999年からはフル参戦を開始し、2000年の圧戦では初、表彰台を獲得する。2001年にはジレラを勝って、ウィヨーイチ、トニエリアスラと争った結果、 見事ワールドチャンピオンに輝く。2002年も 125cc クラスに残留し、最初の8戦中7戦で、表彰台に立つ活躍を見せるが、アルノー・バンさんに敗れタイトル防衛は叶わなかった。2003年、ポジャーリは 250cc クラスにステップアップすると、開幕戦鈴鹿、次戦ウェルコムといきなり2連勝。そのまま逃げ切って、フレディ・スペンサー、ジョン・コシンスキー、 原田哲也に続く 250cc クラスデビューイヤーチャンピオンの偉業を成し遂げた。2004年も同クラスでタイトル防衛を目指すがわずか3回の表彰台シリーズ9位に沈んだ。2005年は 125cc クラスに戻るが表彰台わずか1回の獲得シリーズ10位と大不振に苦しむ。2009年は再び 250cc クラスに戻り レッドブル KTM チームで、青山博和のチームメイトを務めたが、青山がシーズン2勝シリーズ4位と活躍する一方、ポジャーリはシリーズ14位に沈み、KTM との契約はこの年限りとなった。2007年は 125cc、250cc、スーパーバイクのチームからオファーがあったもののすべてを断り、2008年により良いオファーが来ることを望んで1年間の、 休養を選択した。2008年は 250cc クラスのカンペテラレーシングでファブリツヨライのチームメイトとしてレース復帰を果たした。しかしかつての輝きが戻ることはなくモチベーションを失ったポジャーリはシーズン半ばでレーサー引退を発表した。この時25歳だった。サッカー選手としても活動しており2008から2009シーズンは サンマリノのクラブチームである SS ペンナロッサに所属している。2019年からグレジーニレーシングのライダーコーチとして仕事をしている。1993年以降のポイントシステム。ありがとうございます。